つまみ細工の技法を使ってお花紙で藤棚を作ってみました。藤の花の作り方は、お花紙で作る藤の花つまみ細工風をご覧ください。緑色のお花紙を2枚重ねて半分に折ります。それを真ん中で半分に裂きます。よく切れるハサミを使っても構いません。これを重ねて細長く折り、開いて4つの角を三角に折っていきます。これを1枚ずつバラバラにします。半分に折ったら、こんな風に持ってギュッギュッと2回ねじります。半分に折って真ん中のところを持ってギュッと2回ねじります。ねじったところに水のりをつけます。葉っぱを少しずらして半分に折ってください。短い方が 2.5センチ、長い方が13センチくらいの緑の画用紙を用意します。角を2箇所斜めに切り落としておきましょう。長さの違う藤の花房を3つ用意します。はみ出した茎の部分を5センチ程度に切り揃えておきます。一番長い花房を真ん中に、短めの花房を両端に貼ります。画用紙や茎が隠れるように葉っぱを貼っていきます。これで大きい花房が出来上がりました。これをたくさん作っておきます。そして5月の空をイメージした壁面に貼っていきます。画びょうを使うときには葉っぱの影に隠れるように押しましょう。ずらっと並べると藤棚の完成です。